ボーンということで、私の携帯を、取りに今、最後に買い物して古着屋さんに戻ろうと思ってるんだけど、前回を見逃したそんなあなたのためにおさらい。私はなんと韓国旅行中に携帯をなくしてしまって、どこにあるのかわからなくて、もうどうしようどうしようって周りの人に迷惑をかけて謝罪してるところでした。もうマジ申し訳ないで、あのスペシャルゲストの2人は先ほど到着して合流したんですけど、このタクシーにはうちと三上エマの2人で、あのロケット団カラーのヘアの2人が乗っております。確かに武蔵とこじりみたい。超ロケット団じゃねみたいな。バスタランチャンディン、さよならバイバイ。ありますように、ありますように、ナム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 。 Good morning, Baltimore。 え、あった？やだー、やった。しかも韓国語で書いておいたのこれ。ありがとう、もう絶対なくさない。ということで、先ほどの古着屋さんにですね、携帯はなんかもう店員さんも持ってなくて、なんかもうそのままさっき置いてありました。カムサハムニダーン。ということで、本日のアゲアゲ修学旅行のメンバーは松井くんとさほちゃんが来てくれたんです。てかさ、タクシーいくらだった？800円。私たち結構ボラれたね。私たちそれのかける2ぐらいの料金だったよね。10,500。あ、ブンバイヤー。え、やれやブンバイヤー、いや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 ブンバ。松井くん違うグループ。松井くん違うグループ。バイバイエマちゃん。エマちゃん、エマちゃん、なんで一人ですぐ大冒険始めちゃうの。追加で頼んだ、お蕎麦みたいのが来ました。これ名前なんだっけ。蕎麦みたいな、冷麺。韓国のブリでございます。すごい、なんか独特。ファインディーン。来た。ということで、美味しくランチをいただいたんですけど、次はちょっとアフタヌーンティーをしようと。軽口言ってますよ。なんて言ってた？ランチの時間帯ってわからないんですか？ということで、私たちはこれからおじゃまちょドレミカフェに行きたいと思います。なぜ？ねえ、すごいよ。これ買えるの？匂いを入れるのか。すごい、これは買えないよ多分。ディスプレイじゃない。すごい、これ今メルカリでバカ高く売りさばかれてんだよ。私持ってた超マント。ゾンビさんが好きでした。誰か。私はこの子が好きだったの。すいません。なんかドレミカフェ、僕真ん中でいいんですか。ドリンク、これ私だけ水にしちゃった。すげえこれ。なんとここで本当にびっくりしたことが起きまして、店員さんが私のことを知ってくださったということで、サインを書かせてくださいということをお尋ねになさったので、ありがとうございます。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 エマと松井のエマチャンネル。今日はホンデイックに来ました。来ました。あ、視聴者さんありがとうございます。松井さんです。あ、ごめんなさい、カメラの撮影。全然全然、アクセでもどうも。ということで、本日最後の目的地はですね、今電車にガタンと言われまして、こちらは今からミョンドンに向かいたいと思います。こちらに見えますのはですね、セルフィーでも撮ってるのかなと思ったんですけど、でかいね。ハローキティだ。キティちゃん、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 キティちゃんじゃなかった、キティちゃんじゃなかった。後ろ姿完全キティちゃんだったよ。バイバーイ。見て、あそこにブラックピンクがいるの。あれはなんだ。パックの仕方がすごい独特だ。みんな動画見てる、ケミオです。みんな本当、私のミスで間違えてカメラのデータを消してしまったの。この後のやつ本当にごめんなさい。ペコリペコリペコリナイト、ごめんね。だからこの後はもう本当にいきなりもう帰国のシーンの映像になってしまうので、みんな混乱するかもしれないけど、飛行機でバッピューンとジャパン、ジャパンといえば富士山ということで、そういう流れです。やばい、今から飛行機乗るんだけど、空港の飛行機乗るギリギリの前のところにこうやって
着せていただけるところを見つけて私たちは止まってしまった。これなんていう名前、 What is this like costume? チマチョゴリですか？ It's a hanbok. We call it hanbok. Yeah. Many Japanese say as chimajogori. あ、チマチョゴリ。But chima is a skirt. ああ。あ。あと20分で出ちゃう。あ、チマ is a skirt. ああ、hanbok. So beautiful です。よし。すごい。ありがとうございます。カムサムニダ。これもうちらのメモリーボーン。ということで韓国旅行がもう今から日本に帰るので終わりなんですけど、皆さんどうでしたか？メモリー楽しかったです。あと9分だよ。はい、急げってことですか？よし、楽しかったメモリー。エマちゃん、エマちゃんいない？え、なんで山ちゃんすぐ一人で大冒険始めちゃうの？本当にいない。きっともういいや、しょうがない、本当にいない。え、ね、なんで？山ちゃんお疲れ様。今回の旅を一言で表すと、メモリー。